いぞ、囲まれてる。おい、お前ら木の実はどうしたんだよ。どっかに落としちゃったんだよ。何やってんだよ。これだからガキは。ガッツ！じゃあ勘弁してやるぜ。帰んな。うん、ありがとう。よし、魔女探しの続きだ。うざってえ連中だぜ。
って連中だぜ。この間抜け面の石像は石像じゃないぞ、ゴーレムって言って魔女の召使いの泥人形だ。おお、そいつから離れろ。待ってください、話を。話の通じる相手じゃねえ。突っ込んでな、じいさん。うざって連中だぜ。こりゃ切れないよ、毎度のことだけど。上なんてもんじゃねえ。マジ剣圧ですね。まるで竜巻ですね。このチリアクタドボハ。何だろうとお構いなしです。
技じゃねえぜ。伊藤勝つ。力だけじゃねえ。私はシール家、お塩様がお会いになられるそうです。どうぞこちらへ。私はイバレラ、この子のお目付け役よ。ようこそ、レイジュの館へ。私が当館の主、フローラと申します。楽院のお二人、お会いできて嬉しいわ。お待ちしていました。ばあさん、あんた一体。ちょっと待って、今はそちらのお話の方が先だわ。トロールのことね。はい。残念ながら私にはお力添えできません。式が迫っているのです。でもご心配なく。シール家、力を貸しておあげなさい。お師匠様、そんな。私は。皆さん、どうか我が弟子にお力添え願えませんか。無償でとは申しません。あなた方が戻るまでに私はご符をこしらえましょう。楽院の力を消し去ることはかないませんが、少なくともあなた方が取りつかれることは防げるはず。その話、乗ったぜ。ありがとうございます。よろしくお願いします。これから皆さんにお渡しするものがあります。精霊の加護を授かった魔法の武具です。これがあれば、皆さんもトロールと対峙できるでしょう。まずは、セルピコさんには風のエレメンタル、シルフェの剣とフードを。イシドラさんには火のエレメンタル、サラマンデルの探検と、性別した魔法の木の実を。女性お二人の鎖片びらとナイフは魔除けの力がある銀でできています。使い方は俺様にお任せ。基本は今までと同じ。 L2 ボタンを使う。 L2 ボタンを押しながら四角ボタンでセルピコ。
ボタンを押しながら丸ボタンで石泥が使えるぞ。それでは実際に呪物を使用してゴーレムたちと戦ってみてください。うまく使いこなしてください。この俺が人助けたな。まあそれなりの見返りはあるか。あいつ、なんて大きさ。やっちゃえ。死人だぜ。なんとか動きを止められりゃ、なんとかしねえと。頼みましたよ、精霊さんたち。ばあさん、あんた言ったな、俺たちを待っていたと。あれはどういう意味だ。お告げがあったの、閣僚の友人から。楽院の者たちに力を貸してほしいと。力を貸せ、一体。まあ、いいさ。あんた、こいつを知ってるか？ベヘリット。閣僚の真相と宇津葉を結ぶ鍵。五人の見つかりを召喚するための呪物。教えてくれ。奴らはゴッドハンドを呼び出す方法を。これは叱るべき時、叱るべき者の手にある。そういうものよ。人の意志の及ぶところではないわ。神のみぞ知るってやつか。ゴッドハンド、奴ら、彼らは私たちにとって大いなる謎の一つ。分かっているのはかつては人間だったということだけ。声をかけてあげればよろしいのに。ほんと、たくましい子たちだこと。少々危ういところもあるけれど。それにしても、どういう風の吹き回しかしら。あなたが私に頼み事だなんて。
それも誰かのために、古き友よ。私が手を下さずとも、あの者もまた因果律に導かれし一員死なのやもしれぬ。そうね。神は運命を与えたも、出会いという運命を。イノック村はこの先森を抜けたところにあります。さあとっとと出発しようぜ、猿どもを蹴散らしによ。まったく足手まといだわ。一人の方がやりやすいのに。どうしてお師匠様はこんな連中が私の運命と関わるとおっしゃるのかしら。
女は、魔女は見つかったのか。ああ、見つかったよ。村を助けてくれるそうだ。そうか。さあ、中へ。I can't stand the way you talk all high and mighty, Thunder Tits. He's... No.